はい、タンタンです、先ほどの続きですね、コアロハのオピオ、テナー6番からのご紹介になっております、テナーの6番からです。画像も見比べながら、せっかくの入荷モデルをですね見ていただければと思います。はい、こちらが6番のビオテナー、そして、次が同じく、ビオテナーの7番ですね。ので、よろしくお願いします。続きまして、管理番号が8番。8番のオピオテナー。木目がこれは強い。こちらは管理番号8番、8番のオピオ
テナーでございますので、よろしくお願いいたします。はい、で一本一本基本的なラインの音は同じなんですけど、やっぱそれぞれ顔も違うし、サウンドの感じもちょっと違う。おっと、ダンボール落ちてきた。はい、失礼しました。目がちょっと特徴あるのでかなり速そうな感じがしますけど、はい、こちらが9番、そしてですね、今回のテナーの最後は10番ですね。綺麗に弾けるのも特徴です。うん、いいですね。こちらが管理番号10番のコアロハです。あ、コアロハのオピオのテナーでございますので、よろしくお願いいたします。すべてケースは、ソフト専用ケース、こちらがついておりますので、ご安心して、くださいませ。というわけで、こちらが10番の商品でございました。それでは、オピオテナーですね、よろしくお願いいたします。タンタンでした。バイバイ。